貯金するよりはお金使うようになるから経済が一気に活性化する実はですねジェフ・ベソスはですね環境問題フォーラムで面白い発言をしています全ての国民に貧困ライン以上に現金を配るべき役に立たないやつは11万円もらって遊んでろっていう制度国民を全員奴隷制度にする労働なき奴隷制度ですからもはや人間の労働者なんかアマゾンにはいらないんだとえぐいですよ 国民一人ずつにですね、その毎月10万円配っちゃう。お金配りおじさんの話じゃないんですよ。国家事業なんですけどもですね、それならたまにバイトするだけで食えるし、あと子供が生まれたとしても、その子供にもですね、一律毎月10万円もらえるわけだからですね、シングルマザーでも一人子供産んだら毎月20万円もらえることになるんですね。だから絶対に育児できる。これがベーシックインカムという考え方、つまり最低所得の保障制というですね、考え方です。でこんばんは、岡田斗司夫ゼミです。今日見てもらうのですね。ねベーシックインカムについて話した 動画です去年のですね、コロナ騒動から始まったあたりからですね、またにわかに盛り上がってきたんですね、このベーシックインカム論争っていうの。普通の人はですね、そのベーシックインカムなんて制度は本当に成立するのかとかですね、あと財源はどうするのとか、そういうことをみんな気になるんですけどもですね、僕はですね、SF ファンなんで、どちらかというとそれよりも、仮にベーシックインカムが実現してしまったら、この世界はどのように変わっていくのか、僕らのですね、価値観とか常識とか美意識っていうのはどういうふうになってしまうのかというのが気になってしまうんですよね。詳しい制度とかですね、細かい金額って っていうのは、ミキで結構調べられますから見てください。いろんな人が話してて面白いです。なので、僕の動画ではあんまり取り上げてません。中心になるのは、もしベーシックインカムを導入したら僕らの社会はどうなるのかというですね、思考実験なんですね。今日の動画はですね、そのベーシックインカムの良いことばっかり語っているわけではなくてですね、光と影の部分。多分こういう悪いことが明らかに起こるよって。それはみんなが働かなくなるとかですね、そういう当たり前のことじゃないんですけれどもですね、それを考えていきます。ちょっとあの、怖い話もなっていますので、もう働きたくないベーシックインカム大賛成という人 ちでで、ね、ちょっとと一旦落ち着いいててて、ね、それでも本当に望むのかと考えてみてくださいベーシックインカムの話しましょうか。ベーシックインカムって何かっていうとですね、国民一人一人にですね、お金を渡してしまって、それで生活費にしなはれよっていうですね、シンプルな考え方なんですね。なんで今こんな話をするのかっていうと、フィンランドでですね、2016年、来年の秋までその議論を進めると。議論の行方によっては、ょっとしたらベーシックインカム導入するかもわからない。一応、その国民投票みたいなものをやったそうなんです けども一応7割ぐらいですね、導入に賛成してるんで、多分導入するんじゃないかというふうに言われてる。一人当たり月額800ユーロ、つまり11万円っていうのをですね、支給するというのをですね、実験としてやってみようと。すごいですよね。一人当たりですね、毎月毎月11万円を支給してしまうと。もちろんこれには議論もあってですね、ネガティブな意見ではみんな働かなくなるですね。ポジティブな意見っていうのは何かっていうと、生涯生きてる限り毎月11万円もらえたら、みんな貯金するよりはお金使うようになるから、経済 が一気に活性化すると。確かにその通りですね。生涯みんな何で貯金するのかとかですね。いろんな政策をやってもですね。例えば日本でも不景気がなかなか収まらないのかっていうと、企業内の留保金っていうのもあるんですけども、それ以上に個人の貯金で全く動かない金っていうのが2800兆円ぐらいでしたっけ。それぐらいあるんですね。これをベーシックインカム払うことによって、あれそれだったら別に貯金あんまりしてなくてもいいやって言ってみんな貯金をどんどんやめて目先の楽しさでお金ガンガン使うようになると経済が一気に活性化すると。そういう読みもあるのでですね。言われてる。 人の中にはそういういうなものもあるんですよねその他にもですね、オランダのユトレヒトっていう町がありますよね。ユトレヒト条約でしか知らないような街なんですけど、そこもですね、ちょっと実験的にですね、オランダのユトレヒトでもベーシックインカムの導入しようというふうに言われてるみたいです。さて、その代わりですね、フィンランドが言ってるのはですね、福祉予算ですね。とりあえず、国民に対する福祉っていうのをですね、月額11万円払う代わりに全て停止するって言ってるんですね。で、この全て停止するっていうのが、どこまで停止するのかっていうのが 多分肝だとこれからやるところなんですけども、これ僕らの例で言ってみるとですね、月額11万円支給してくれる代わりに公的援助が一切なくなる。例えば国民保険もなくなるかもしれない。年金も当たり前だけどなくなります。ひょっとしたら教育費とかの公的援助、つまり公立の学校というのも全部なくなってしまうかもわからない。つまり全てが自己責任になると。その代わり国がおぎゃーと生まれてから死ぬまで絶対に毎月毎月11万円くれるというですね、なかなか悪 今の取引っぽいですよね。じゃあ毎月毎月11万円で暮らせるのかって言われると誰が毎月毎月11万円だけで暮らせと言いましたと結婚すればいいじゃないですかとそしたら2人で毎月22万です子供作りゃいいじゃないですかと子供3人作ったら嫁さんと子供3人で毎月55万ですよ食えるでしょって言われたら確かに食えるよなというようなことになってくるんでまあまあ人口がだんだん減ってる国に対してはですねそれはもう簡単に国民1人当たり11万円って言われた瞬間にハッと思いつくのはじゃあ子供作れば作るほ 得じゃんっていうふうに思うわけですよねどういうふうになるんでしょうね。フィンランドの実験に関してはですね、ちょっと経済の偉い人に話を聞いてみたんですけども、意見いくつかありました。まず一つ目はですね、もともとフィンランドはですね、11万ぐらい払ってるっていう意見です。つまり、北欧の国っていうのはですね、社会保障がすごいので、実は国民に対してですね、一人平均11万円ぐらいすでに払ってるっていうんです、ね。社会保障の金額としって。なので、それを現金でポンって渡すことにしたらですね、かえって 予算が少なくて助かる経費が少少なななくくててて助助かかるる経費っっよ考え方もあります次に言われたのがですね、北欧の国っていうのは実はユーロ圏ではないと。ヨーロッパの中でですね、ユーロ圏でそんな実験したら偉らいことになるんだけども、北ヨーロッパというのはですね、他の国に比べて、まず自然状況としても雪に覆われてるというのもあるし、あと山がすごい険しいと。なので鉄道があるにあるんだけども、僕らが考えるヨーロッパは電車ですぐに移動できるというふうに考えるんですけども、北欧というのは 全然そういう風になってないのでですね、確実されてると。なので、実験がやりやすい。例えば、日本でベーシックインカムやったら、どういう風になるのかっていうのは、先の予想がつかないと。まず人口が1億3000万人もいて、そんなところでやったら、どんな影響が出てくるのか全くわかんないし、それがアメリカでもですね、ドイツでも、たとえばギリシャでも同じなんですよね。周りの環境を受けやすい国でやったらですね、他の国がどういう風になってくるのか、移民とかどういう風にするのかっていうのは、もう全然読めないんだけども、ところが、フィンランドみたいな、地の,果ての よううな国っていうのはですね経済学者に言わせればあそこははもうフラスコとととかか試験管と同じですすよいいわゆる化学反応がはっきりわかりやすいこんな実験したらこんな影響が出るっていうのはもうほとんど <laughs> 物理実験のようにはっきりわかってると。なので、言い方悪いけども、フィンランドで実験しても何の意味もないです。フィンランドで実験したらそれは経済学者が言う通り消費が増えるだろうし国民貯蓄率は減るんだろうけども、どんな恐ろしいことが起きるのかというデメリットっていうのはほとんど出てこない。それはなんかと された環境だからだた、ただ単に社会保障費が安く済んで良かったねっていうのは実験にしかならないので、あんま面白いことにならないと思いますという意見が二つ目。三つ目はですね、あれや人口が550万人だからできるんだよという意見ですね。それはですね、日本に比べてですね、だってあのフィンランドっていうのは GDP が20分の1なんですよ。その代わり人口も20分の1ぐらいの国でありましてですね、すごいコンパクトなんですよね。こういうコンパクトな国にはベーシックインカムみたいな大規模な な社会実験っってていいううののかなっていうのはできるんだけども日本みたいな大きい国には人口が大きいので影響が大きすぎると反対する勢力もすごく大きすぎるのでちょっと向いてないというふうな意見がありましたんでですねなかなかこれが僕らが生きてる間にして日本でされるかどうかはわからないんですよね経済学やってる人とか社会評論家っていうのはですね基本的に現状肯定の人が多いんですよつまり自民党政権はこのまま行くだろうとかですね官僚の力は強いからそれが減るなんてことはあり得ない いうかですね、完全なその現状、追認型の人が多いんですね。で、僕は SF ファンですから、現状をどこまで変えれば最も理想的な体制がやってくるのかという社会実験が大好きな性格なのでですね。そういう人と話してもあんま面白くないんですだからその、せっかくのフィンランドでベーシックインカム制度の議論が始まるそうですねっていうふうに言ってもですね、もうみんな話に乗らない乗らない。そんなことよりギリシャの破綻の方がとかですね、いよいよスペインのカタローニャ地方がユーロから分離するかもわかんないってい、そういう話ばっかりしたからですね。そういう話は俺はどうで。 もうい、いや、と。ベーシックインカム制度を導入したらどういう風になるのか語ろうよって言ってもなかなか乗ってくれないのでですね。今日本ではですね、ベーシックインカム制度っていうのはいろんなところで議論されてるくせにですね、まともな参考書がほとんどない状態なんですよね。さて僕らの生活に導入されたらどうなるのかっていうと、まあ、働かなくなるんでしょうね、大部分の人は。 今、ご飯を食べるために、生きるために、バイトをやってる人たちっていうのは、ほとんど仕事をしなくなると思うんですね。時給800円とか900円とか1000円のために、深夜の牛丼屋で働くなんてマピラだっていうふうに思ってる人たちは、もう月11万円もらえたら、正々堂々と仕事を辞めちゃうと思うんですね。で、その代わり、やりたいことをやるために、時給200円とか300円ぐらいのバイトをする人は結構多いんじゃないかな。例えば、毎月11万円もらったら働かなくてよくなるんですけども、 それを言い出したらですね、大学生は大学に来ないはずなんですよ。例えば大学ではですね、いちいち出席取らないよと、レポートだけ出せばいいよとか、試験さえ受ければいいよっていう科目がかなり多いですよね。でも大学生は大学に行くんですよ。それは何かっていうと、大学に行かないと不安だからですよね。 あと友達もできないから、誰かに会いたいからですよね。なので、実はベーシックインカムが導入されて、僕たちは働かなくて良くなったからといってですね、職場がなくなっていいわけではない。 つまり、職場的なものは絶対に欲しいし、その誘惑を断ち切って、家で延々絵を描いたり、アニメ見たり、だけできる人っていうのは、あんまりいないんじゃないかなっていうのは僕の読みなんですけど、次にですね、たった一人で11万円もらって暮らすと、かなり質素な暮らしになるんですよね。11万円という金額は、例えば東京だったら、まあ5万ぐらいのアパートに住んで、その他、高熱費とかですね、ネット代とか払ったら、まあ1日あたりの小遣い1000円、食費含めての小遣いが、 1000円か1500円ぐらいっていう生活なんですよね。で、そうすると、なんとか食っていけるギリギリラインの生活なんですけども、なってくると、ちょっと自分の好きな条件のところで働きたくなってくる。だと思うんです。今コメントにもありましたけど、まあみんな田舎の方へ流れていくのか、それともレシックインカムがあるから、日本中好きなところに住めるからこそ、東京でちょっと無理して暮らしてみようか,とか、いろいろ人分かれると思うんですけども、ちょっと稼ぎたいな、さっき言った大学に行かない学生は実は少ないっていうのと同じようにですね。ちょっとは 働働いいいいいいいてみたたとうううううう人ががやたら増増ええるるののでそういうちょっと労すすごく増えるだろうなっていうふうに思いますフィンランドで導入されるかどうかわかんないですけど、まあ国民投票で一応7割ぐらい賛成って言ってるから多分ね導入されるでしょう。で僕らは多分それが日本で導入されると週に2、3日働いてその代わりみんながあんまりやりたくないような職業っていうのは逆に言えば時給を増やすしか対抗手段がなくなってくる。ますます週に何日かだけ 働くよようになりますよね毎月毎月11万が保証されてるからあんまり貯金する人はいなくなってくるだろうと。ということと同じようにルームシェアとか結婚とか子供を作る人がやたら増えてくるだろうと思います。その辺りがが大きく社会が変わるところで 誰かね、そのベーシックインカムの制度が導入されたら社会がどうなるのかっていう SF 書いてくれりゃありがたいんですけど、ラノベでも読みますからですね、萌え系でも読みますのでやってくれればいいなと思うんですけども、それはもう一つはね、<laughs> 闇の世界で言うと、働きたいんだけども、能力がない人間っていうのを徹底的に排除する社会になるんだろうなと思います。今でも福祉政策というか、それの一環でですね、例えば車椅子の人も働けるようにとかですね、あと、先天的な障害がある人でも働 働けけるるようにみたいなななものが一切なくなるわけですねつまり、役に立たない奴は、11万円もらって遊んでろっていう制度なんですよ。ベーシックインカムというの。僕らは、11万円もらって遊べる世界だというふうに考えるんですけど、そうでなくて、優秀な人間だけが生産をやり、優位に立ち、いい生活をするので、そうでない人間は、最低食っていくだけは保証してやるから、もうせめて邪魔しないでくれと。会社に入らないでくれと。 会社、企業っていうのは有能なだけの人間とロボットとプログラムだけで運営したいと。 それ以外の人間を無理やり雇用するなんていうことをやりたくないので、お前らは毎月11万円っていう手切れ金払ってやるから、一生遊んでてくれよと、そんわり丸の内には来ないでねっていうような世界でもあるんですよね。ベーシックインカムにも光と闇があるっていうあたりが SF を書くときに、ベーシックインカム小説を書くときの面白さだというふうに思うんですけどね。 だから、働きたいっていう人は、いわゆる声優になりたいっていうのと同じで、今僕らは声優になりたいとかアイドルになりたいっていうふな女の子たち、男の子たちを生温かい目で見てるんですけども、それをベーシックインカムが導入された世界では、働きたいとか人の役に立ちたいというふうな人に対して、ひょっとしたら社会はみんな生温かい目で見るようになってですね。で、それを、そんなことができるのは一部の優れた人だけだよっていうような形になっていくんじゃないかなっていうのが、このベーシックインカム制度の恐ろしい これは言い方を変えれば国民を全員奴隷制度にする労働なき奴隷制度ですか。自宅待機という奴隷労働を強いる社会とも言えるし、あとんだろう。 果てしなき川よ我を誘えっていうですね SF があって僕これベーシックインカム制度を議論するときにみんなが絶対読むべき小説だというふうにだいぶ前から言ってるんですけどもそれはですね SF なんですけどもまあ人類が全員一度死んでもう一回生まれ変わるっていう設定なんですねでリバーワールドって言ってどこまでも平たい惑星の上にでっかい川が流れていてそこに紀元前の人からですね未来の人まで全人類が生まれ変わって生きてるっていう世界なんですでそこで生まれ変わったときにみんながですね弁当箱みたいなのもの で、それを何キロかに一つ、川のほとりにあるですね、穴みたいなところに入れると、1日3回そこからご飯が出てくると。で、その民族にぴったり合ったエスニック食が出てくるということで、完全な食べるものが保証された世界、いわゆるベーシックインカムっていうのが実現された世界みたいなのを書いてる SF 商説なんですけども、その世界に生まれ変わった人類が最初に何をやったのかっていうと、他の人間の弁当箱を奪うことなんですよね。 これはアメリカ人だから考える。アメリカ人っていうのは地震が起きたら何が起こるのか暴動。<laughs> 戦争が起きたら何が起こるのか暴動とか <laughs> ですね。津波が起きたら何が起こるのか暴動ということで,ですね。いや、日本人は別に津波起きても暴動起こんなかったし、関東大震災でも暴動起こらないし、何かというと暴動を起こすのはアメリカ人だけだよって思うんですけども。まあまあアメリカ人はその発想なのでですね。すぐにそういう世界に生まれ変わったら何をするのかというと、他の人間の弁当箱を奪って、あっという間に そういうベーシックインカムの世界でもですね、貧富の差が生まれていって、力による支配ですね、いわゆるマッドマックス世界が出てくるというふうに考えて、そういう世界を描いてるんですよ。 そこまではないでしょうけれども、日本でもですね、おそらくベーシックインカム制度が導入されて、毎月毎月11万円もらえるようになったら、多分僕らの中の3人に1人ぐらいはですね、心が弱いのでですね、たった1人で毎月11万円もらって好きに生きていいって言われたら、好きに生きることに耐えられないんですね。いわゆるアメリカ型の RPG ではなくてですね、日本型の一本道 RPG でないと不安だという国民性が関係してくるんで、じゃあ毎月11万円もらったら、その11万円を預け けるるることににによよって一緒に生活するようなな団体入るんじゃないかないわゆる、ルームシェアみたいのをしてて、そこの家賃が11万円とかですね。まあ、9万円ぐらいなんですよね。9万円の家賃でまかない付きで、そこに入ってると9万円のお金で、毎日毎日住むところがあって、適当に掃除当番とかして、ご飯当番も順番にして、でご飯作ってで、2万円だけ自分の小遣いとして持っていて、それを使うという生活になっていくんじゃないかな。そうやって、どういうふうにして暮らしていこうっていう のは誰かに決めてもらってっていうコロニーが、日本中でこうボコ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 できるんじゃないのかなと思うんですね。ベーシックインカムの好きに生きれる社会っていうのは、ちょっと僕らには。 負担がが多すすすぎるるるようううなな気しししてるってててっいいいいいののももそそ SF 誰か書いてくれれとととたらですね是非ともそこにに入思います実はですね、ジェフ・ベゾスはですね、環境問題フォーラムでですね、面白い発言をしています。ジェフ・ベゾスの演説の要旨ですね。政府は最低限所得保障制度を考えるべきである。または逆所得税によってですね、すべての国民に貧困ライン以上の現金を配るべき。ベーシックインカムですね。この演説はですね、白紙で迎えられてですね、ベゾスはですね、この演説によって 弱者の味方っていうふうに言われたんですね。しかしこの著者のスコット・ギャロウェイはですね、それを褒めたたえるより先にですね、なぜアマゾンの倉庫の映像が少ないのか考えてみろというふうに言います。アマゾンの、ね、倉庫のね、写真とか映像とか時々出るんですけども、アマゾンが,が提供した割と都合のいいものしか出ていない。例えば僕らアマゾンの倉庫で人が酷使されてるとみんなものすごい10時間労働で働かされてるとかですね、そういうふうなことは聞くんですけども、そういうのはすでに過去の話だというふうにギャロウェイは言います。今のアメリカのアマゾン倉庫にはですね、そ そんなこき使われてる人なんていないんですね。無人でロボットだけが動いてる。そのためにですね、アマゾンはこの数年間、ロボット倉庫の管理会社にですね、大量の金を払って会社自体を買ってるわけですね。実はですね、これアマゾンだけじゃなくて、ユニクロのですね、倉庫もですね、去年のうちにロボット化しててですね、倉庫で働く労働者の9割をですね、削減しました。ユニクロの場合は削減した9割の人員を他に回したりしてる、いわゆる日本型の経営なんですけど、アマゾンはそんなことはしないわけですよね <laughs>。ベゾスが言ってるのはですね、どういうこ とかというと、要するにもはや人間の労働者なんかアマゾンにはいらないんだと、彼らに払う金なんかない。ところが物を買ってくれないとアマゾンは困る。だから政府で彼らに金を与える、ベーシックインカムとして与えてくれと。しかし政府がどうやって金払うのかと、アマゾンは納税しないよと。我々は合法的に節税してるからアメリカ政府になんかほとんど金は払わないと。だからアメリカ政府が彼らに払うベーシックインカム最低生活保障するためのお金っていうのは、アマゾン以外の個人や企業から取り立てた税金で払えて言てるんです。 えぐいねえぐいですよね賢いというか、えぐい,というかですね。ベゾスはですね、ベーシックインカム賛成な理由っていうのは、中産階級というのが、さっきも説明したですね、中産階級の維持っていうのが、もはや不可能だっていうのはもう丸分かりなんですよね。なので、アマゾンは、アマゾン以外の企業が払った税金で、アマゾンで買い物させるために国民に金を払うという世界を夢見てるわけですね。まさに世界政府です。で、さっきも話したようにホリエモンとかはですね、日本政府に税金くれてやるより、アマゾンに儲けさせた方が、基礎研究に金を扱ってくれる おまけに若い奴がアイデアを出して、面白いアイデアの会社を作ったらそれを買ってくれるから、我々には利益があるっていう,うに言ってるんですけど、その我々っていうのは、この思考フレームの中にあんまり入ってきてないんですよね。説得力ありすぎる。とりあえず、堀江門が言ってることにも一理あるんですけども、基本言えるのはですね、国家というのが負け戦なんですよ。ガーファっていうのが勝ち続ける社会っていうのがもはや来てしまってるんですね。岡田斗司夫の金やるから隅っこでおとなしくしててくれっていうやつ、めちゃくちゃ衝撃的で頭に残ってる。 これは僕がベーシックインカムについて語った回のやつですね。僕の考えというよりは、実はベーシックインカム推進を唱えているアマゾンの元代表、ジェフ・ベゾスたちの考えでもあるんですけども、みんなを奴隷化して働かせようとすでに超エリートたちは考えてないんですよね。そうではなくて、皆さんは消費者をしてくれればいいですから、消費者をするだけの必要最低限のお金を渡します。それでもう物を買ってくれれば、それでいいですよというふうに大金持ちたちは考えていると。 ビジネスっていうのは有能な者たちだけで回すからお前ら入ってくるなと有能な者たちと AI だけでやるっていうそういう考えがベーシックインカムのベースにもあるとベーシックインカムっていうのは究極の福祉策でもあるので人に優しい考えだっていうそれであの支援してる人もいるしまた働かなくて済むなんてなんて素晴らしいことだという理由で応援してる人もいるんですけども実は残酷な一面としてお前らは面倒くさいから社会に出てくるなという考えでもあるんですねこの辺りが余計に社会の 格差をベーシックインカムというのはなくすように見えて強調するんではないかというふうに僕は考えているのでこの意見を紹介してみたということですね。